それではフロントステージステロスピーカーの説明させていただきます。ワンマーク3の時からこの名称を使わせていただいてますけども、フロントステレオスピーカーのことじゃんと思われると思うんですけども、フロントにスピーカーをステレオスピーカー配置したってだけだと内部認証でこの名前は使えないようです。内部認証で一定の音質レベルをクリアして評価する委員会があって、そこでクリアしないとこの名前使えない。フロントに配置しただけでは、ちゃんとしたもちろんアンバランスな配置、一般的にあるアンバランスな配置よりはもうフロントに配置しただけでもちろんバランスはだいぶ改善される。でもやっぱりスマートフォンってハードウェアリソースとか電気的なリソースが限られてますから、こっちをこっちを全くシンメトリーでピタ位置も変わらない同じ構造で配置するのが難しいです。なので必ず、幸いにして非常に高精度な送信をしていますので、それでかなり高精度な音質チューニングをして、しっかりシンメトリーな特性、振幅特性も位相特性も均等になるようにチューニングしています。でなおかつそのスピーカーがここにもろ出しになっているわけではないので、細いダクトを通って出てくる内野で音響抵抗に